おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。木金土はメタバースをテーマに、国土交通省さんのプラトーっていうサイト、こんなサイトなんですけど、ここにあるテキストに沿って、今はユニティで街の中を走るゲーム、車で走るゲームを作ってます。で、昨日実はアバター間違ってて、月火水のアバターでやったんですが、今日はちゃんと VR 用のというかメタバース用のアバターでよろしくお願いします。で、18の9の3の UI の実装、これ初めてやるので結構チャット GPT とかに聞きながら苦労してやっとここまで行きました。で、多分同じ要領で今度は時間制限の画面とかを作っていくので、こうですよね、ゲームキャンバスですよね。昨日作ったゲームモードタイトルだとか別のやつがあるのはあるんだと思うので、今日はこのキャンバスを同じ要領で作っていくということになります。そのゲームの UI に新たに制限時間を表示するレガシー UI テキストをスコアの下に追加します。今回は簡易にスコア表示のテキストを複製して下に移動し、そのテキストをタイムゼロとします。そのゲームオブジェクトの名前をタイムリミットテキストにしますと。だからもうすでにあるのか。で、これをコピーしてここにずらす的な形なので、作るというよりかは多分ここに映ってるこれのことなんですよね。これで今ゲームキャンバスがあって、これをコピーして、これをペーストして作るっていうことを言ってるんじゃないのかな。で、これのポジション Y を下、これを10とかにしたら上がっていくのか。下に40、で、これをスコアじゃなくて、これをタイムとかにしてって書いてあるね。これでタイムになって、ここの名前を変えましょうってことだと思うので、ここの名前をタイムリミットテキストにしましょうと。はい、コントロール V とエンター、はい、今回はこれでいいんですかね。3つ画面作るって言ってましたけど、2つ目はスコアのところにタイムが増えたよという感じで OK ですと。で、次はリザルト画面、下の図のようにリザルト画面を作りますということで、リザルトキャンバスを作るところからやると。タイトル画面と似ていて、そこで簡易なやり方ではありますが、タイトルキャンバスを複製してリザルトキャンバスと名付けましょうということなので、これゲームキャンバスってなってますよ。タイトルキャンバスでしたっけ。とゲームキャンバスじゃなかったのかな。タイトルキャンバスか。じゃあタイトルキャンバスに名前を書いておきましょう。とコントロール V で、これをコピーして、これを複製ペーストすると同じものができてきて、これをリザルトキャンバスにしたいと。リザルトキャンバスと。はい。なんかもう一つ作るとコピーって感じになってくるんですね。あ、すいません。ちっちゃい画面でやってました。これもよくしちゃうんですよね。はい。こっちの画面でコピーしたやつを
ここゲームキャンバスになってますよね。タイトルキャンバスにしてない。そうか、これはゲームキャンバス。なんかややこしいことになっちゃってんじゃないかな。これはタイトルキャンバス。ごめんなさい。これはゲームキャンバス。スコアがあるから間違ってました。これは、これはゲームキャンバス、タイトルキャンバスをコピーしてリザルトキャンバスにしました。バーチカルグループレイアウトっていうのがないんですけど、大丈夫なのかな？コピーしたのを間違えたみたいですね。これちょっと一回リムーブしましょう。デリート。これをコピーしなきゃいけない。これをコピーしてペースト。で、これがリザルトキャンバスと。で、するとちゃんとバーティカルがあって2つがあると。これでコピーできてますよね。これでコピーができていて、リザルト3ついるのか。で、1行目はレガシーテキスト1行ずつで、1行目がリザルト、2行目はスコア0、3番目は、こうしましょうということなので、スコア0がちょっと大きいんですかね。まずこれが、リザルトですね。で、これが真ん中。スコアゼロ。で、もう一つコピーして。で、これがテキストの中身が、プッシュエンタートゥ、プッシュエンタートゥバックトゥタイトルと。これで名前は下に、テキストリザルト、テキストリザルトスコア、バックトゥタイトルにしましょうということなので、まずここの中身は、また間違えた。コントロール V。で、確か、なんか見にくくなってるんですけど、これは20でいいのか。で、これはスコアなんでサイズが40にしておきましょう。40で、リザルトも一回り小さい数字のように思うんで、これは30ぐらい、ちょっと3段階になりますが、こんな感じにしときましょうか。
なんか重複して全部写っちゃってるのがちょっと気になるんですが、テキストでは1枚ずつ写ってるんですけどね。同じアングルなので、なんかうまく見えるか見えないかの調整をしてるのかな。で、名前を揃えておきましょう。で、これがテキストリザルトスコア、テキストリザルトスコアで、これが最後のテキストバックトゥタイトル。はい、これで指示通りのものができたと思ってます。これで3つができて、はい、でこれでコードの配置と紐付けになるので、そうですね、10分ぐらい経っているので、このぐらいに今日もさせてもらいましょうか。この先入るとまた長くなりそうなので、今日はこれでまあ UI というのができて 18.9.3 が終わって、今出ているのは 19.4 ですけど、19.3、これが今日は終わりましたということになります。これがっていうのがだいぶやりましたね。あ、これゲームモードに入っちゃってます。 19.3、 ここですね。今日はこの 19.3 が終わって 19.4 の手前まで行けたので、明日、19.4 じゃない、 18.9.4 から入っていこうと思います。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時に、木金土はメタバースをテーマに、今はユニティで街の中を車で走り回るゲームを作っています。月火水はアルディーノの中に、ティーチャブルマシンで作ったニューラルネットワークのモデルを実装して判定させるようなプログラムを舞い込んでやろうというのにチャレンジしています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて、毎日毎朝お付き合いいただければと思います。今日もご視聴いただきありがとうございました。